それではお待たせいたしました。ただいまより、昨日行われました、グレートボヤージ in 横浜の、打ち上げ会見を行いたいと思います。それでは初めに、内田会長より、昨日の総括をお願いいたします。本日は会見にお越しくださいまして誠にありがとうございます。新生の輪になりまして初めての横浜分隊大会を開催させていただきました。いろいろと思うところ等はございますけれども非常に中身の濃い大会になったと自負しております。やはりその新しいのは新生のはノアザリボンを掲げた大会としてふさわしい内容の試合であったと思いますし、インパクトレスリングが初参戦していただいてそこをまた非常に印象に強く与える大会ではなかったかと。やはりそのこれからのノアの布石になる大会であったと思います。ありがとうございます。それではインパクトレスリングのスコットさん、昨日の試合を見ての感想の方をお願いいたします。 What was an honor to get an opportunity to be there live for Great Voyage and from the opening match to that amazing dive off the balconyto watching Nakajima and Shiozaki in the main event. It was a great night. It was a great crowd. And congratulations to Ichida-san and everybody at Pro Wrestling NOAH for a great event. And everybody at Impact is happy and excited to be here and be partnered with NOAH.まず昨日の大会を生で観戦することができて本当に光栄だったと思います。第一試合から素晴らしい試合でして、そこからメインイベントの、中島選手と塩崎選手の試合も本当に素晴らしかったと思います。お客様もたくさんいらっしゃって本当に素晴らしい大会になったと思います。内田会長はじめプロレスリングの皆様本当に、おめでとうございます。そしてインパクトレスリングといたしましても、今後業務提携を結んだということもありますので、今後の良好な関係を築いていって、その、活動を楽しみにしております。I thought all the Impact talent did great and it was amazing to see them in the ring competing with NOAH talent and I thought that we showed that both NOAH and Impact have some of the best wrestling talent in the entire world.インパクトレスリングの選手、本当に素晴らしい試合をしたと思います。最高の選手、プロレスリングの最高の選手と戦って、インパクトレスリング、お互いに、素晴らしいタレントを持った、素晴らしい選手を持った、団体同士、いい試合を見ることができましたということです。具体的にアメリカに来てほしい選手っていうのを、丸藤選手と中島選手の名前を挙げていましたが、それ以外にも、なんか来てほしい選手だったりとか、もしくは今後の展望だったりとかっていうものがありましたら教えていただきたいです。Yeah, I think that, that there's lots of talent on the NOAH roster that I think could do well and compete in the United States. I think Ishimori?Very impressive. I think Kiyomiya, very impressive. And I spoke with Uchida-san to give invitation, open invitation to my dojo for him to come live in Canada, train and wrestle with us and hopefully compete eventually with Impact Wrestling.皆さん本当に素晴らしい選手揃いだったと思いますけれども、その中でも特に石森選手本当に素晴らしかったと思います。それから昨日ジェームス・ストーム選手と試合をしました清宮選手、この選手も本当に素晴らしいと思いましたので、ぜひとも、スコットさんが道場を持っているのはカナダなんですけれども、そのカナダにできれば招待したいなと思っております。いずれは清宮選手というものも、清宮選手もアメリカでもいい試合ができるような選手になれるんじゃないかと
思います。それではコメント前にまずですね、内田会長より、3月シリーズの、カード発表の方がございますので、どうぞ会長の方お願いいたします。3月16日山形ビッグウィングより始まります、3月開催大会の対戦カード、お手元のお配りしました資料にございますので、皆さんどうぞよく ご告知ください。まあ、その中でですね、3月25日の後楽園ホールで、剣王選手と正木タミヤ選手のシングルマッチを記事報告しておりますけれども、組んでおります。また8人タッグマッチといたしまして、大原はじめ選手、熊野仁志選手、石森太一選手、弘樹選手対、原田選手、戸田助選手、早田選手、陽平選手の対戦もあります。でまたインパクトレスリングから参戦中のエディ・エドワーズ選手が、そのまま3月シリーズを戦うということとなりましたので、ご報告させていただきます。そしてですね、GHC タッグ選手権に、挑戦を表明いたしました、丸藤選手、前バッハ選手、これがですね、ちょっと一月後ではありますけれども、 4月の14日後楽園ホール大会で、GHC タッグ選手権試合を組まさせていただきました。そこで、25日に GHC タッグ選手権試合前哨戦といたしまして杉浦選手、清宮選手対丸藤選手、前場畑に口選手の試合を組んでおります。その他は4月のですね、11日より、横浜ラジアントホールで、試合があるんですけれども、ここにですね、コーディー・ホール選手、スコット・ホールの息子さん、ジュニア、コーディー・ホール選手が、11日より参戦することになりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、昨日ラーテルの原田選手、田中哲選手から初防衛を成功しました石森選手より、昨日の試合を振り返ってコメントの方をお願いいたします。はい、昨日の試合を振り返っているんですが、原田率いるラーテルズの、メンバーと戦いました。そこまで、なんか隠し玉があるとは言ってましたが、それも何だったのかよく分からず、はい、で試合も、はい、僕らが完勝したような感じで終わってしまいましたが、振り返ってみたらやっぱり昨日の試合はヒロキに助けられました。はい、でもね、本当に無茶をしすぎて、今日の会見も、ね、ちょっとダメージが大きすぎて、欠席しちゃうぐらいなので、その辺はちょっと自分とヒロキで話し合って、今後どうしていこうか、はい、話し合っていきたいと思います。それと、ダブルエキスは、これからも、ノア・ジュニア、ノアを僕ら内容やり方で変えていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。それでは熊野選手、私2度目のポイントに成功しました大原選手、お願いいたします。はい、昨日の試合振り返ってですけども、まずはご来場の方ありがとうございました。熊野とはやっぱり、戦う前から言っていましたけども、お互いの腰を破壊し合ってどっちが、ね、最後に立ってるかっていうような試合になるっていうのを言ってましたけども、案の定やっぱその通りになって、最後はお互いも立つことすらできないような試合になりました。特にやっぱ熊野は新体制になって12月から、まあ、目立たなかったですけども、非常にこう自分を変えよう変えようっていう行動が見られて、その中でこう自分とのタイトルマッチが決まってから自分のプロレスの方向性っていうのをしっかり打ち出してきて、プロレスラーとして確立した、うん、そして昨日の試合はそのタイトルマッチに相応しい試合になったと思います。パワーでね、本当に腰をねじ曲げる熊野と、技で腰を
破壊する自分がね組んだら本当に面白いタクシームがなるんじゃないのかなと思いますし、昨日も言いましたけども、やっぱ熊野の生え抜きというのはこのノアにとってやっぱ宝ですし、ノアのお客さんやっぱその感情移入する部分が非常に大きいと思うので、やっぱ熊野がね活躍することっていうのはやっぱノアの未来につながることだと思うので、自分みたいなね団体の分裂だとか消滅だとかたくさん経験した自分なんかがやっぱり、ね、帰るところないというかね、生え抜きで試合ができる場所がない自分なんかがやっぱり熊野にこう伝えていけるものっていうのはすごく大きいと思いますし、そんな自分と熊野が組むことで面白いチームが生まれて、ノアジュニアはもっともっと活性化すると思います。横にいる石森さんもそうですけど、やっぱラーテルズ、ダブル X、 非常に今面白いチームがねやっぱできてきてるノアジュニア、自分もやっぱその輪に入ってノアジュニアもっともっと面白くしたいと思います。そしてさっき会長から聞いたんですけども、まあ、熊野と組めることが決まったみたいで、まあ、熊野自身から自分に言葉はまだありませんけども、清水でなんかタッグが組めるそうなので、そこで何か、うん、生まれればいいなと、まあ、とりあえずそういう機会が生まれたことだけは今自分にとってすごくプラスになりましたので、一緒にタッグのベルトも目指して頑張っていけたらなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、塩崎選手を名義で、下し、4度目の防衛成功場しました中島選手、お願いいたします。昨日は、たくさんのご来場ありがとうございました。そうですね、塩崎選手、昨日の試合は、まあ、僕らの覚悟を見せられた試合だったかなと思いますし、初めて塩崎選手とプロレスリングの中で会話したのは初めてでした。とても特別な僕の中では試合でした。そしてその中で自分が勝ったってことは本当に非常に嬉しいし、また責任感も感じているので、しっかりこれはこのノアを変えていけるようにまた止まらずにいきたいと思います。はい、ありがとうございます。塩崎選手と、まあ、新生ノアの先頭を争ったわけですけれども、やっぱりそこを突破できたからには、まあ、次は上の世代というふうにおっしゃってましたが、上の世代で具体名を出してたのは今まで丸藤選手の名前を出していたりしましたけれども、特にそこに限らないということでしょうか、それとも丸藤選手とやりたいということでしょうか。いや、まずは、まあ、上の丸藤選手はじめ、上の世代というのは本当にノアにとって大きな存在なので、まあ、そういう壁を僕らが、まあ、突破していかないことには次のノアはないと、それこそ新生ノアになって何も、うん、そういう意味では結果を出せてないと思うので、しっかりそういったところを俺が作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。大村選手、はい、熊野選手の、まあ、変化を取りたいということでしたけど、まあ、コスチュームも変わられて何か戦ってみて変化などは感じられたでしょうか。はい、まあ、振り返れば12月頃からですね、本人非常に自分だったり石森さんにもそうですけど、まあ、いろんな選手にこう突っかかってくるシーンがたくさん見受けられたんですね。でその時はその自分のプロレスの方向性っていうのがまずないような感じがして、もう自分の感じたのはやる気とか情熱、熱意、非常にゴールを一生懸命模索しながら歩くんだけども、地図もコンパスもなくて森の中をただ彷徨う、そんなようなイメージを僕は熊野に持ってたんですね。でも自分とのタイトルマッチが決まってからのこう2月のシリーズを通して、彼は本当にしっかりと自分のプロレスのコンパスや地図を持ってしっかりと自分でゴールを目指して歩き出したんですね。それはなぜかというと、やっぱ彼はその自分のパワーを売りにしてたりですとか、その腰攻め、胴体部へのダメージ、ベアハックを中心としたですね、そういったその技の数々を使うようになって、最後はMN だったり SH といった必殺技につなげるようになって、非常に自分のプロレスができるようになったなっていう、そこがまずすごいこの1ヶ月間で大変貌したと自分は思ってます。はい、もうだいぶ変わりましたね。大原熊野組というチームを
いっぱい打つ可能性が出てきましたけれども、この状況についてはいかがでしょうか。いや、もう誰の挑戦でも受けますよ、本当に。はい、まあ、僕らは、そこだけ限らず、本当に、まあ、全体に結果を出るので。まあ、逆に石森さんとしては、そのヘビー級のタッグにも、ずっと興味を示しておられますけれども、まあ、4月にはグローバルタッグリーグ戦というのもありますし、まだまだ入り込んでいく隙間はあるのかなと思いますが、隙間さえあれば僕らはどん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 入っています。僕らはそうやってそういうことをどんどん入っていく意味で組んだチームでもあるんで、はい、だからチャンスがあれば僕らは出ています。あとは次のコロナ圏で60分で3本勝負という形で、ラーテルズと、まあ、ダブルエキスと大原熊野ルミがカルテットを結成して、は、まあ、8人タッグマッチの60分3本勝負というのもありますけど、ちょうど10年かそのぐらい前に、ね、ノア・ジュニアがやっていた試合形式なので、僕もすっごい楽しみですね。ただね、向こうはこうラーテルズとして、ね、4人組んでますが、僕はね、ダブルエキス、僕らのチームはダブルエキスと、ね、大原熊野組が一緒になるっていうのも、ちょっとこれはね、どうなのか分かりませんけど、まあいい変化が生まれるんじゃないですかね。大原さんは今度の60分3本勝負に向けてはいかがでしょうか。まあ、60分3本勝負に関して言えば、まあ、最近では、ね、ノアで見られなかった試合体験なので面白いなと思うし、自分自身やっぱり、まあ、登竜門でデビューしてからすぐ CMLL に行ったので、まあ、CMLL で3年間基本的に3本勝負しかしてないですから、うん、まあ、そういう意味ではもう3本勝負のプロフェッショナルと言っていいかなと思いますし、ただそのさっき今石森さんも言いましたけども、自分自身まだ熊野と組んでいないし、熊野から話も聞いてないので、実際タックがそのまま自分のね描いた青写真のように進んでいくかもわからない状態なので、全く今の状況だと後楽園でどういう風になっているのか今の時点では想像が全くできないです。ただ自分自身の試合で言えば、まあ、3本勝負は、まあ、お手の物というか、ね、多分8人の中で一番自分が得意とするんじゃないのかなっていうような自信はやっぱありますね。すいません、加えまして内田会長に伺いたいんですけれども、コーディホール選手、新日本の練習生であったと思うんですが、それがノアに参戦をするようになった経緯というのを改めて教えていただきたいんですが、今年の年頭に、コーディホール選手の方から一度会いたいと連絡がありまして、で会う時間を取って、でいろいろ面談させていただいて、でそれでは一度うちに上がって、戦ってみて、それでノアに定期参戦するかどうか決めたらという話で、もともとノアの情報は持っていらっしゃったので、ぜひとも上がりたいという熱意を感じられましたし、そもそも体がですね大きくて、ポテンシャルの高さも感じたので、上がってもらうということになりました。それではまず、KO 選手より、昨日の試合を振り返ってコメントの方をお願いします。まあね、北宮のあのしつこさ、すっげえ腹立つよな。試合終わってもまずバックステージであいつ俺を振ってきた。もう結果見えてんだろ、ね、このタックマッチ俺が勝ったんだろ。おい、いつまでよそんなに歯がゆい思いしてんだよ、ね、おい、もういいよ、これでもういいだろ。あ、お前はダメなのか。おい、分かった、じゃあ次のよ後楽園で俺のスタッチまたあいつに叩き込んでやる。じゃあ杉原選手お願いします。まあ
預けてた2月24後楽園で預けてたベルトが戻ってきただけであって、別に何も変わったことはなしで、まあベルトが思ったより磨かれてねえなっていうのが、内田がサボってみたんじゃないのかっていうぐらいで、まあ、ベルトはもともと裏のものだからそれだけだ。で次の防衛戦、丸藤選手、谷口選手と決まりましたが、その点については健吾選手、大丈夫。いや、昨日のリング上で言ったようにね、なんであいつらがよ、挑戦者として認められるのか俺は全く理解できないよ。昨日いた客のクソ野郎どもが、あんなやつ挑戦者にすんなよって、あ、リング上ではマイクのスイッチ自ら落としてマイク奪って何も喋れずにはするような挑戦者、これ挑戦者として認めねえよ。誰が決めたんだろう、内田だろ、あのヒゲクソ野郎だろ、はい、こんな野郎だろ、思うようにさせないよ俺だよ。なんでやるときはぐっちゃんぐっちゃんのギッタンギッタンにしてやるからね。杉浦選手はまあ丸藤は認めてもいいけど、もう一人誰だね、谷口選手です、うん、喋れないし、リングに上がってきたもどうせ丸藤に言われて引っ張られて上がってきたんだろう、自分じゃ何にもできない、あいつ人形か、まあ喋れないもんな。丸藤にな、腹話術を教えとけな、他人使って腹話術しろリング上で、そしたらやってやるよ。ありがとうございます。実際組んでみてタッグチームとしてどのような手応えを得られましたでしょうか。昨日の試合が全てだろ、勝っただろ俺たちは、うん、紳士的なやり方で勝ったろ、なんか汚いことやったか、まあ、成功法で練習してました、はい、強いんでそれだけで。北宮選手が次の一騎打ちに向けて、果たし合いだと、もう完全決着ルールを示唆するような、もうお互いのプライドだけがルールだというようなことを要求してきているんですけれども、それについてはあいつは前からよ、そんななんか昔のかっこいいことばっかり並べるけどな、もう昨日でも結果見えてるだろ、もうどちらがよ、ああ強いか、ああどちらがよレスラーとして強いか、もう昨日の試合で結果見えてるだろ、ああそれを再び分からす刺してやるためにまた後楽園であいつをマットに沈めてやる。4月14日後楽園ホールで GHC タッグ選手権試合決まりました。では丸藤選手よりコメントをお願いいたします。はい、まあ今急速に流れが流れている中で、やっぱりヘビー級に関してはこの前バッハ谷口という人間が僕的にはどうしても必要だと思うし、彼には可能性があると僕は信じているので、今回彼と共にそのタッグの頂きを目指そうと思います。谷口選手ははい、まあ、自分も本当、何か結果を出したくて、まあ、いろいろ悩んだところを高橋さんに、まあ、声を、まあ、言うリング上に呼ばれて、はい、まあまあ、これが、まあ、チャンスを与えてもらったという、はい、つもりで、はい、もうラストチャンスのつもりで、はい、自分を変えていきたいと思います。つもりじゃなくてラストチャンスなんだ。はい、ラストチャンスで。あの谷口選手はですね、はい、あの昨日のマイクからしてもあまり喋れていなかった、はい、ということなので、あいつは人形かと、はい、福和寺としようと、
それだったら受けてやるというようなことを先ほどおっしゃっていたんですけれども。わかりました。今やればいいですか？どういうことですか？まあ、今かどうかわからないんですけど、あのリング上なのか、はい、ここなのかわからないんですが、とにかくそれをやれと、そしたら受けてやると、ね、倒してやる。覚えたでこの野郎。除去されたな。これでまだ得する。お前が伝えとけ。わかりました。丸藤選手、はい、以前タグ結成を呼びかけられた際に、あいつは二重人格だったぞという言葉を言われてました。そこについて。じゃあ今日も多分あの本人はなんでここにいるのかよく分かってないと思うんで、今日はおそらく谷口という方が中心で来ていて、リング上ではマイバッハ寄りの人間が、現れると思うので、まあ、本人もだんだんそれに気づき始めていくだろうと。まあ、あの横浜に関しては僕とのタッグではなかったので、まあ、そこを若干こう分けにくかった部分があるとは思うんですけども、次の試合から俺の隣に立つことになると思うので、それがはっきりするんじゃないですかね。はい。まあ、今回のタッグの認識というのは、まあ、丸内さんが主に引っ張ってプロデュースして谷口選手を変えていくのか、それとも谷口選手が自ら変わるという気持ちを引き出していくのか、あのどちらのお気持ちを強いでしょうか？両方です。ということはまた、まあ、見た目から何から分かりやすく変わる点が訪れるかもしれないということですか？どう思いますか？僕もちょっとどうなるかちょっと分かんないです。まだ二重人格なんで、また別の人格で、ちょっと、はい、今の人格と違う人格がどうなるかちょっと分かんないんで、どうなるかもまだ分かんないです。